はい、糸亀チャンネルのゆうです。今日はですね、プロが使ってるオールドレンズの5選ということで、僕がですね主に使ってるオールドレンズを5つ紹介していきたいと思います。というわけでよろしくお願いします。はい、でまず、一番最初紹介するのが、こちらのレンズですね。ペンタックスの SMC タクマ 50mm の F1.4 というわけで、これですね価格帯はだいたい1万円から1万5000とかそれぐらいで、Amazon とかで買えるんですけども、すごいこれを一番使ってます。で 50mm っていうのがだいたいその人が見てる、こう画角というかっていうぐらいなので、一番こう見ててちょうどいい写真だなっていう感じになってくるんですけども、まあなんかそのオールドレンズのいいところを全部詰め込んだっていうような感じになってますね。でただちょっとあの黄色みがかるのがちょっと難点かなと思ってて、まあその辺はこうホワイトバランスとか扱っていけばいい感じになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。でもう一つですね、これアトムレンズとも呼ばれてて、ですね、まあちょっとこう放射線がちょっとだけ出てるんですね。でもただこう人にはこう影響のないぐらいの、あのものにはなってます。でまず一つ目がこちらですね、これがおすすめのレンズになってます。はい、で2つ目のおすすめのレンズはこちらもペンタックスになるんですけども、ペンタックスのスーパータクマの 135mm の F が 3.5 になってます。こちらですね。でこれちょっと135っていわゆる中望遠レンズと呼ばれるものなんですけども、単焦点なので、テーマが決まってないと撮れないんですよ写真が。なので、これを使い始めて僕は写真が上手くなりました。なのでこれからもうちょっとこう自分の技術を上げていきたいなとかいう方にはすごくおすすめになってます。でポートレートとかも、これで撮る分にはすごくいいと思ってて、これ以上ちょっと遠い200mm とかになってくると意思疎通ができないので、これぐらいが、ポートレートとか人物写真を撮るにはちょうどいいレンズになってくるのかなというふうに思います。でフレアとかがですね結構顕著に出るので、逆光で撮る場合とかはすごくいいんじゃないかなと思いますね。そういうのが好きな人にとってはなんですけども。で、これも、レンズのマウントが M42 マウントですね。僕が使っているのがソニーなので、のアダプターを使ってここに装着をしてソニーの、カメラに使ってるっていう風な感じになってますね。なのでM42 っていうのはすごいレンズとしても種類が多いので、これ1個持ってるだけでいろんなレンズを使い回しができるので、ぜひこの辺もおすすめです。そして3つ目、これがですね、いわゆるマクロレンズと呼ばれるもので、SMC、マクロタクマ、これもペンタックスなんですけどもの、50mm の F が4ですねのレンズになってます。でこれがですね、もう本当に小さい世界を撮ることができる、細かいものが撮ることができるレンズになってて、で商品写真だったりとかっていうのを撮る方にはすごくおすすめです。で細かい部分だったりとかも撮れるので、でそうだな、結構僕はこれ赤ちゃんとか撮る分にもすごくいいんじゃないかなと思ってます。すごく細かい繊細な写真が撮れるので、手元の写真だったりとか、なんかこう足元の写真とかっていうのもすごく綺麗に撮れるので、このレンズはですねそういったこう小さいものを撮るっていうのにはすごくおすすめしているレンズです。これも結構よく使います、仕事上でもですね。で価格帯がだいたいこれが1万5000とかそれぐらいで、
買ったレンズになってるので、まあ、そんなにまあ高くない、オールドレンズ自体そんな高くないんですけど、まあ、ちょっと安価でちょっと撮りたいなっていう場合はすごくおすすめです。はい、で次が、こちらですね。これがですね、カールツアイスの、ディスタゴン 18mm の F4 っていうレンズになってます。で、カールツアイスっていうのがですね、ドイツのレンズメーカーになるんですけども、これはですねすごいシャープな写りをしてくれるんですね。で、すごいこれ海で撮ったりとか、雲の多い空で撮ったりとか、結構こう風景写真で撮るっていうことも多いんですけど、あとこの両側からこう迫ってくるようなビル群とかっていうのを撮ったりするとすごく写真としても良くなります。で、ポートレートの時も使っていいんですけども、そうですね、まあ、結構魚眼に近いレンズになってるんで、そういうのをこう撮りたいっていう方にはすごくいいレンズになってます。で、価格帯もですね、だいたい4万から7万ぐらいのものになってますね。で、4万っていったら結構安いので、ものによってはちょっと、中にホコリが入ってたりとかする場合があるので、まあ、おすすめとしては7万ぐらいのちょっといい感じ、いい品質のものを買ってあげた方が間違いないんじゃないかなと思います。はい、で次はこちらですね、コンタックスのカールツアイスプラナー、これが 85mm の F1.4 になってます。で、これがですね、僕レンズ使ってるな、オールドレンズ使ってる中でこれが一番本当に好きで、よくポートレートで使ってるんですけども、ボケが本当にとろけるような描写をしてくれるので、もうめっちゃ重宝してますね。で、ただ結構重たいですこれ1個で、まあ、撮影でいろいろ持っていこうとするともう首が痛くなったりとかするんですけども、でもこれ1個あるだけですごい写真とかは楽しくなるし、で、そうですね、まあ、仕事でも本当に使いやすいなと思ってます。で、ただまあ、F1.4 っていう撮り方はほぼほぼしてないんですけど、まあ、ピントがなかなか合わないので、なんで、まあ、普段撮りだったら F2 とか、あと 2.8 っていう設定があるので、まあ、その辺で撮ってるっていうような感じですね。で、このカールツアイスシリーズってもう本当に写りがシャープで、まあ、オールドレンズと現行レンズの合いの子というか、その中間にあるようなものになるので、オールドレンズの良さもありつつ、まあ、ボケだったりとかっていうのもオールドレンズのものもありつつ、現行レンズのようなパリッとした写真が撮れるっていうのがこのカールツアイスシリーズのいいところになってます。で、価格帯がまあ大体安くて、4、5万円ぐらいからで、まあいいのだったら、まあ、9万10万ぐらいするんですけど、まあ僕が買ったので確か7万円ぐらいだったですかね。で、もうかなりシャープな写りをするので、もうぜひですね、オールドレンズされてる方はもうこれを本当に買って使ってみてもらいたいなと思います。なんかもう本当にうわーこのはぁっていう、ちょっと言葉にしづらい部分ありますけど、ぜひぜひこれよかったら使われてみてください。一応ですね、ここまで紹介したんですけども、必ずオールドレンズってこのアダプターっていうのが必要になってきます。アダプター、これ何かっていうと、オールドレンズをこっち側にはめて、で、こっち側に今使ってるカメラをはめるっていうものが必ず必要になってくるんですね。で、最初に、紹介したペンタックスシリーズっていうのは M42 っていうものになってるので、これ、M42 と NEX っていうのを購入すれば、使うことができます。で、M42 っていうのはオールドレンズですごく多いマウントアダプターの種類になってくるので、これが1個あるだけでもいろんなレンズを使い回しができるので非常におすすめです。これ1個あるだけで、で、後半で、紹介した、カールツアイスシリーズですね、カールツアイスのコンタクト
まあ、ヤシ科とも言ったりもするんですけども、これが、まあ、C と Y っていう表示になってて、NEX ソニーにはめているっていうような感じですね。なのでこのアダプターの種類で僕も結構買い間違いとかがあったりしたので、この辺はぜひちょっと注意しながら、購入をされてみてください。でこれに関しては概要欄にまた、記入しておきますので、ぜひそちらから見てみて買われてみてください。はい、というわけで、オールドレンズプラがおすすめするオールドレンズ5000ということで、いかがだったでしょうか。なんかこう、こういうレンズもありますよとか、おすすめですよっていうのがありましたら、ぜひぜひコメントとかされてください。でなんかもっと描写が見たいとかっていう、なんか僕もオールドレンズ買う前にどういった描写なのかっていうのを一番よく調べてたので、写真をですね多めにちょっとこれから発信していきたいなと思っていますので、もしそういうご要望とかがありましたら、コメント欄にぜひぜひコメントされてみてください。というわけで、今日もありがとうございました。バイバーイ。